広島市立大手町商業高等学校は、かつて、広島県広島市な各大手町にあった、公立商業高等学校。全国的にも珍しい定時制の単独高校で、単位制による教育を行っていた。略称は、大手小。学生改革による編入や分離があり、数々の移転を繰り返した。最も長い歴史を刻んだのが、平行時の大手町であった。 校歌は、広島市立元町高等学校時代に制定されたもので、大手町の風景と異なる歌詞である。旧校舎は、大手町で、長年利用された校舎で、大手町中学校時代に建てられたもの。広島市立広島特別支援学校と壁で仕切られ、校舎を共用していた時代もある。2013年には昼間部が設置され、昼の部と夜の部それぞれ授業を行う高校となった。 しかし、2014年に、広島県と広島市の教育委員会が、新しいタイプの高等学校整備にかかる基本、構想を発表。大手町商業と、広島県立広島国体寺高等学校、広島県立広島観音高等学校、広島県立海田高等学校、広島市立広島工業高等学校の定時制、家庭、 広島県立西高等学校を統合し、新たな高等学校を新設、高知を大手町商業高校の敷地とする方針を固めた。翌2015年、広島県と広島市が基本協定書を締結し、2018年に広島市立広島未来創生高等学校としてが創立した。グラウンドに新校舎が建設され、旧校舎は解体の上、 新たなグラウンドとなった。大手町商業高校は、この統合により、2021年に並行した。前身の高校、家庭含め、創立102年であった。旧校舎並行を知らせる、横断幕並行記念碑をもいやりと、豊かな、心ビジネス教育を通じて社会に貢献できる、心豊かな人間を形成する。ありがとうございます。